黒目銀河は髪の毛座に存在する渦巻銀河。渦巻銀河の中心角の手前にはっきりとした暗黒帯を持っているのが特徴である。この暗黒帯は銀河の宇宙人によって光が吸収されるために黒く見えており暗黒帯が黒目のように見えることからこの名前が付けられている。一見すると暗黒帯が濃いという特徴以外にはごく普通の渦巻銀河に見える。 他の大多数の渦巻き銀河と同様に渦巻きが巻き込まれる方向に回転しているが、最近の詳細な観測から外縁部分にある青管ガスは内側とは逆方向に回転していることが明らかになっており、これは過去に2つの銀河が衝突合体した名残ではないかと考えられている。研究者の推定では約10億年以上前に伴い銀河と合体し、 この逆回転するガスを残したと見られている。この逆回転するガスとのずり運動によって、星間ガスが圧縮され、この銀河では新しい星が活発に生成されている。高解像度の画像を見ると、赤い水素ガスの星雲の中で、高温の青く赤い星が生まれていることがわかる。これは誕生した、青い大質量星からの強い紫外線によって、水素ガスが電離され、 hα1000 を放出しているものである。過去に衝突した小さな銀河は現在ではほぼ完全に破壊されてしまっている。この小銀河の星は本体と合体したか宇宙空間に試算してしまったと考えられるが外縁部のガスが逆回転しているという観測事実に過去の衝突の証拠が現在でもはっきりと残されている。双眼鏡では小さな丸い星雲状に見え、 8センチメ8トルの望遠鏡ではぼんやりとした丸い光の集まりが見えてくる。15センチ1 5トルでは楕円形の様子がはっきりしてくる上、20センチ2 0トルではくっきりとした姿がわかる。中心部の黒色部分は稀に、センチ7 5トルの望遠鏡で見たという人もいるが、通常はセンチメートル以上で好条件であることを必要とする。 はっきりと黒目を見るためには、合計30センチメートルを必要とし、黒目の湾曲構造も見えてくる。1779年3月23日に、イギリスのエドワード・ピーゴットによって発見された。また、そのわずか12日後の同年4月4日には、ドイツのヨハン・ボーデによって、独立に発見されている。翌年の年月日には、 シャルル・メシエも独立発見した。しかしながら、ピゴットの発見は1781年1月11日に、ロンドンの王立協会で読まれた時に公表されたに、過ぎず、これは、ボーデの発見が1779年に、メシエの発見が1780年の晩下に、発表された後のことであった。結局、ピゴットの発見は多かれ少なかれ無視され、2002年4月に、 なって、ようやくブリン・ジョーンズによって見出された。暗黒体は、1785年と1789年の2度、ウィリアム・ハーシェルによって確認され、黒目に例えられている。ありがとうございます。